人間国宝で文化勲章受章者の歌舞伎俳優坂田藤十郎。坂田藤十郎、本名林幸太郎イコール林幸太郎さんが12日午前10時42分老衰のため東京都内の病院で死去した。88歳、京都市出身。葬儀告別式は14日に宝塚歌劇団出身の女優で参院議長を務めた妻の扇千景87ら親族で行った。最後の舞台は昨年12月の京都南座。今年1月に腰の骨折で大阪松竹座の寿初春大歌舞伎を休演し、3月の検査でパーキンソン病と診断され療養生活を送っていた。曽根崎心中を初役で円熟情報歌舞伎の和事の精神を体現し続け、東西が両輪となって進まなければ歌舞伎の将来はないと口癖のように語っていた藤十郎さん。この日の密葬で妻の扇、長男中村鴈治郎61、次男中村千尺59ら家族全員に見守られ天国へと旅立った。参列者によると扇は別れを惜しみつつ気丈に振る舞っていたという。3月にパーキンソン病と診断されてから療養生活を送っていた。関係者によると誤嚥性肺炎を警戒し固形物の食事を避けるようになったという。そのため徐々に体力が低下していったが意識は最後まではっきりとしていた。コロナ禍により家族でも見舞いが制限され、最後も静かに息を引き取った後に病院から連絡を受けた家族が駆けつけたという。はんなりとした風情や色気、哀愁の帯びた物悲しさ、優美な表現力で上方歌舞伎再興のため生涯を捧げ、2005年には大名跡坂田藤十郎を231年ぶりに襲名した。一生青春を残の銘に掲げ、自他ともに認める全く後ろを振り向かないタイプだった。前向きさを失うことなく、二十歳より心から出る芸やストーリーを大事にしたいを心情に血筋で継ぐ家の芸というよりも自分の芸を作ることに邁進した。上演1400回を超える曽根崎心中の初役は繰り返し何度も演じて円熟の域に達した当たり役だ。それでも藤十郎襲名披露の公演では秘伝の物語をより効果的に展開するため舞台転換を早める演出に切り替えるなど生涯挑戦者だった。立役からお山舞踊まで芸域も幅広かった。夢だった大名跡襲名を実現してからも歌舞伎界の絶対的な存在になると新たな目標を掲げ、最後まで走り続けた。近松門左衛門の作品を研究復活する目的で旗揚げした近松座でも原作の戯曲に忠実な演出を心がけ、海外公演にも積極的で歌舞伎の普及に尽力した。12日に死去してから訃報はごく親しい関係者にしか知らされず、この日の発表を受け歌舞伎界に衝撃が走った。例藤十郎さんは70歳だった2002年6月写真誌フライデーで50歳下の舞妓とのホテル密会を報じられた。別れ際に濃厚なキスを交わし股間を誇示したようなショットが掲載され、誤解人と話題を集めた。本人は騒動に動じることなくまだまだ元気だと証明されて嬉しかったと笑い飛ばし、妻の扇もモテない男は主人に持ちたくないと毅然とした態度を見せた。この日都内の自宅では関係者が扇の様子について、もう至って元気にしておりますので大丈夫ですと説明した。坂田藤十郎、坂田藤十郎本名林幸太郎。1931年12月31日二代目中村鴈治郎の長男として京都に生まれる。41年10月大阪角座山馬の金時で二代目中村千尺を襲名し初舞台。20代には映画に主演し千尺ブームを巻き起こした。81年に近松座を結成。90年11月に三代目中村鴈治郎を襲名。
1994年に人間国宝と日本芸術院会員に認定。3年に文化功労者、5年12月、京都南座で4代目坂田藤十郎を襲名。8年に高松宮記念世界文化賞を受賞。9年に文化勲章を受賞。日本俳優協会会長。妻は元参院議長の扇千景。屋号は山城屋。